本日をもちまして22年間に及ぶ NPB 現役生活プロ野球選手卒業します。横浜ベイスターズで10年、福岡ソフトバンクホークスで10年、東京ヤクルトスワローズで2年、本当に素晴らしい野球人生で人生を送らせていただきました。セレブモニーの最後まで残っていただきました。ヤクルトスワローズファンの皆様、DNA ベイスターズファンの皆様、本当にありがとうございます。この現役生活の最後、こんなにたくさんのファンの方の前で披露させていただく機会を作ってくださいました東京ヤクルトスワローズ球団関係者の皆様、本当にありがとうございます。いるんですけども、まずは両親、父一貫さん、あなたは私の憧れでした。生まれた頃から高校野球の監督をし、指導する姿、ノックを打つ姿をいつもかっこいいなと思って見てました。そんなあなたを追いかけて一生懸命やり続けた最後の舞台が、あなたが法政大学時代に守ったこの神宮球場のファースト、同じポジションを守ることを最後の舞台で用意してくれた神様に感謝します。ありがとうございます。志賀監督、子供選手という普通ではない環境でプレーできたのはあなたが支えてくれたのです。本当にありがとうございます。小中高校、小中高校同じユニフォームを着て、野球をやりました。まあ、残念ながら僕より早くユニフォームはできますけれども、まあ、これからも仲良くなりまた大分でゴルフでおきましょう。何よりも、近くで支えてくれた妻、子供たち、パパ頑張ったでしょ。みんなと一緒に頑張りました。本当にありがとう。チームの力になりたい、もう一花咲かせたいという思いで東京ヤクルトスワローズのユニフォームを着させていただきましたが、高津監督をはじめ指導陣の皆様、力になれずに本当に申し訳ない思いでいっぱいです。スワローズに来て昨年日本一、今年はリーグ優勝を達成してくれました。周りの人から僕自身が試合に出てなくても、ヤクルト強いね、今年も優勝したねと言ってもらえる喜び、チームが勝つことの勝利の輪が広がるというのを最後の最後に実感させていただきました。本当にありがとうございました。一緒に引退する、島、ブッチ、前世紀は
お互い違うチームで切磋琢磨しましたが、最後に同じユニフォームを着て同じ日に行ったりできることを誇りに思います。昨日までは今日が来るのを早く区切りをつけたいと思う日もあったり、来てほしくないと思う日もあったり、いろんな方向に心が揺れましたが、今日宗の56号のホームランを歴史的な瞬間を見せさせていただき、宗のホームランを見て僕自身がどうこうという決断ができませんでしたけど、佐野選手の強烈なライナーを持った瞬間、このスピード感にはちょっと無理だなと思いました。少年野球の頃から、少年野球の監督にもよく言われたのは、誠一は勝っても泣いてもないと、いつも泣きよる。でも、この最後を正しているこの場で、笑顔で皆さんにお別れが言えるのは、すごく幸せだなと思っています。本当にありがとうございました。